へえ。青山トンネル映ったら向こう側から行ったら青山トンネル見やすいかな。ちょっと青山トンネル映すだけ、映そうとしてみるだけしてみましょうか。あそこの上が一番高台ですけどね。駆け上ってみますか、あの高台まで。都市街もなく。なんかよくわからん。やっぱオブジェクトも置いてありますけど。売店はやってないんでしょうね。これなんか売店あったんだ。あそこは休憩スペースなのかな。縦横無尽に歩いてますけどいいですよね。なんか別に公園ですからね、大丈夫でしょう。ここは休憩所ってなってますね。園内での何、あ、たこ揚げはですね。ここは単純にシンプルにあれですね、日よけができますよって感じのところかな。こんなスペースとかもあるんだ。特に今は売店とかもやってない感じかな。でもなんでさっきこういう雰囲気がなったんでしょうね。そのあたりの仕組みの謎もそれまでなってなかったのにね。あそこか、事務所みたいなのがあるな。あそこに行くのに1番線だけ、1番線からホームに入れるようになってるのか。それで1番線だけ構内雰囲気があるんでしょうね。いい予測じゃないですか。で、ここが駐車場なんだ。でも閉まってるね。締め切りになってる。あ、広いよ、これ。どうですか。これだけ広い芝のグラウンドね。今日貸し切りっすよ。いやなかなか日曜日とかだとね、多分ここもお子さんも多いでしょうし、なかなかね、お子さんがねいるね、公園とか、この前も真っ盛りでね、結構広い公園の前通りましたけどね、お子さんがいっぱいでしたからね。そうするとね、ちょっとカメラがね回しにくいというところはございますんでね。その点にですね、まあ、ただ私も仕事柄ね、なかなかこういった、黒便の休みっていうのが基本ないですからね。あ、祝日もね、そう。逆に言うと、うん、これがね、なかなか、まだ慣れきれてなくてね。そう。しかし、えらい長いこと、待避なんですね、ここで。というか、特に列車の待避もなく、結局出発するんだ。あ、出てったよ。何だったの？何のために一番線入ったんだろう？あれか！いわゆるコロナの影響で今特急が減便してますから、だから本当はここで一本特急が走っていくはずなんだ。多分。で、特急アクセスを、していくはずなのに、要はコロナの影響で特急が今走ってないんで、ですけど、要は退避するのをね、は省いたりはしてないんでしょうね。まあまあ、運用上今臨時的な措置ですからね。ここのでね、これができるからといって早くしたところで、今度伊勢中川駅のね、この、あの、アクセス、兼ね合いがありますから、ね、そこをいじくってもね、っていうところがあるんでしょう。ね、それで下手に今度榊原温泉とかね、着く時間がね、早くなるって言ったらね、ってなるようなこともありますからね。まあ見てくださいよ。平和ですよ。ほらもう、蜂が、蜜を集めてますよ。自然ですよ。いや。花の蜜ね。いや。で、こっからやっぱし、ちょっと青山、トンネルは無理だね。見えないね。そこから下降りてたらどうなんだろう。多分見えないだろうなぁ。いや、もうこれ一回降りたらまたここまで登ってくることないだろうな。この段差ですからね。蜂はようけ飛んでますから、ちょっと気をつけないといけませんね。
また私黒い服で着ちゃいましたからね。よいしょ。っていうか黒い服しか持ってませんからね。考えてみたら白系の服ってほとんど持ってないですからね。しかも私服着ることがね、ほとんどないですから。で、ここが一応有料駐車場みたいですね。ですけどもう完全に今日は閉鎖になってる。もう来る人いないっしょと。わざわざもう開けるの大変やしっていうような感じでしょうかね。で、まあ、これは車が入れんようにチェーンがしてありますけど、まあ、公園自体は営業してますから、問題ないでしょ。よいしょ。あ、ここから先が進入禁止なんだ。駅前広場及び道路は駐車禁止ですと。お車の駐車は有料駐車場へ駐車してくださいと。で、駐車場がここですね。駐車料金先払いで、これ？え、これ？何これ？上の箱から封筒を出し、車ナンバーを記入、駐車料金を封筒に入れて、料金箱？この箱、多分ここに箱が置いてあるんだ。何その、超原始的な。で、1台1000円。まあ取りますね。なんとか言葉を抑えましたよ。まあ取りますね。ちなみにね、四日市からここまで片道900円。ぜひ近鉄使いましょう。いや。で、何これは。これは何なんだろう。さあ、今、モバイル用にね、動画を撮ってきましたけど、またよかったらそっちのモバイルの方もリンク貼っとくんで見ていただければ幸いでございますけど、本当何なんでしょうね、これ。どっちでもいいです。モバイルの方でもいいです。こちらでもいいんでね、ご存知の方、教えていただければ幸いでございます。で、駅だよ、こんな感じ。やっぱしちょっと、トンネルは見えない。おお。これだけ静かだと、転倒機の動く音もよく聞こえますね。まあ、ここちょっと結構近いというのもありますけどね。で、車止めもありますね。ねえ。私も今まで知りませんでしたけど、これ、よくターミナルと私撮ってますけど、これ、正式名称は、車止め標識っていうらしいですね。もちろんアイコンにしてもいいんじゃないかというぐらいにね、うちはこの車止め標識を愛してやまないチャンネルとなってますけど、多分ここでしょうね。今ビー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 になっとったのは、ここが多分渡れるように一番下のところになってるんで、ビービーになったんでしょうね。という予想です。なんか来ますよ。これはこっちから。なりますもんね、今はね、合わないなら。おお、大阪難波発名古屋駅のお次の用で、おお、今度はこれ名古屋発難波駅のお次の用ですね。ちょうどここはなんか、ちょうど中間点なんですね。へぇー。いや、これ、てっちゃん、あれですよ。ねえ、鉄道マニアの皆さん、ぜひ、青山公園の上からね、こっから映したら、うまいこと行けば、火の鳥がちょうどすれ違うところとかも撮れるんじゃないですか。いい絵撮れますよ、これ。おすすめポイントどうですか。ちょっと、世の中の、ね、鉄道関係のね、チャンネルの皆さんにね、おすすめスポットでございますよ、ということですね。さあ、まあ、四季の里自体は本当広いのよね。あ、で、ここも駐車場があるんだ。ここは月決め駐車場なんだ。ですから、白山とかからあれか、この駅の近くといっても多分車で10分以上はあると思いますけど、どころからね、
通勤とかで使えるような感じでしょうね。契約者および送迎車以外は進入禁止ということですね。まあ、ただ私は駅の利用者なんでね、これは問題なく入っているはずです。車はね、そういう規制がありますよということですね。で、園内マップはダメなんで、この辺りの周辺観光マップみたいなのないかな。これは東海自然歩道ね、まあ、この辺りがね、全部その東海自然歩道、ね、いろいろ指定になってますからね、三重県と東海財団、いやお金の匂いがプンプンする匂い名前ですね。財団って名前ですからね、まああれですけど。でこんな感じで、遊歩道がありますよという案内も出ておりますということですね。ですがやはりこの辺りはね、朝から来てね、ハイキングとかされる方多いはずですよ。でなんだこれは、地下道があるじゃないですか。これちょっとやっぱ地下道があったらね、うちのチャンネルたるもんね、いや、ちょっと怖いなこれ。これは怖いぞ。おお、まあでも地下道があったらね、穴があったら入りたいチャンネル、それがうちですからね、このスターステールですから。ああ、サムネイル用に写真を撮ったら、これちょっと越えていきますか。越えていく前にあれだ、でもすいません、散々中に入ってああだこうだ言ってましたけど、今日すいません、休園日だったんだ。あ、今日休園日なんですね。すいません、散々なんか、騒ぎ立てた挙句に、実は休園日でしたってことで、これはあれかな、入っちゃまずかったかな。一応そこの、利用のねやつ見てみましょう。休園日は毎週水木曜日、あれゴールデンウィーク期間中は開園ってなってるけど今日は休園なんですね。あ、そうか、世の中的にはもう今日はゴールデンウィークじゃないってことか、そういう扱いなんでしょうね。ちょっとうちらの業界はねちょっと変則ですからね、そのあたりで。禁止事項は植え込み立ち入り、立ち入り禁止区域で立ち入り、樹木ね、採集とか、焚き火はダメよ、炊飯ダメよ、で、園内での宣伝活動ダメよ、物品販売もダメですよって、その他、園、入園者に対する迷惑行為、で、休園日の入場はご遠慮ください。おっと、そろそろどこに書いてありますね。吉祥日の入場ご遠慮くださいと書いてありますね。おっと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 。あ、でも一応ハイキングは除くってなってるんで、歩いたりする分にはいいのかな。ハイキングは除くって書いてありますからね。うん。まあ、一応来てちょっと歩いたりする分にはまあ問題ないってことでいいかな。うん。そうしましょう。よし、結構先まであるんですねこれ、これ結構歩きございありますよということ。今何してね、ここの前のところね、ここからスーッて歩いてイベント広場のところ降りて、もうそのまま今列車の方に来ましたんで、ここからまた先ぐるーっと何二松山駅へ、だいたい 14.5 キロって。電車使いましょう、電車使いましょう。ね、国家劇場、うーっとありますか。これ相当な軌道ありますね。切り通しと合わせたら、4.2 キロありますからね。ああ、これは、4.2 キロって言ったら、でも今から行こうとしてるところもっと先になるのか。なんなら往復歩かないといけませんもんね。うわぁ、ちょっと早いうちに、一途関東、これ暗くなったら無理ですからね。うん、よし、ちょっと座って、場所を確認してみましょう。うん、今ね残りのところ調べてみたんですよ。そしたらね、ちょっと上から順番に、なんか
滝見台とかあの辺りは、何でしたっけ、青山トンネルとして布引の滝見台とか丸山草原っていうのが地図で調べてもね出てこないんですよ。でちょっとどこのことなのかがねちょっと本格的にわからないのでどうしたものかなと思ったら、三角点だけはねこれね三角点で出るのかなと思ったら出てきましてですね、分かったんですけどね、あのどんな感じの場所かって言ったらね、地図出しときます。ここに出しときますけどね、ドン、あ、こっちに出しとこうか。あれが入るで、ドンってね、こんな感じ。わかります？あの、7.1 キロってなってましたけどね、あの、道をね、行こうと思うとね、ぐらーっと迂回してね、15キロも片道歩かないといけないらしいんですよ。いや、15キロがないでしょ。で、往復30キロっすよ。マジで？30キロ歩いたら夜だろう、もう。無理は無理じゃないかな。ナビタイムの方で調べてみようかな。調べてみてたんですけどね、これ本当にちょっとわかんないんですけど、どうもさっきの道をずっと行くと、なんかね、青山高原の中の方に行けるみたいなんですよ。そうすると、なんか一応そっちの方にショートカットして7キロで行けるみたいなことが書いてあるんですよね。ただ Google マップの地図にも何にも載ってないんですよ。なんでちょっと分かりませんけどね、本当に行けるのか分かりませんけど、一応こっからこっちの方向に、一応北西ってなってるから、一応確かに合ってるからな、行ってみようと思います。本当に行けるのかなこれ。ちょっと怪しいですけどね、まあ、とりあえずちょっと行ってみましょうか。はい。